はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はお知らせの魔法使いの夜コラボについていろいろと情報が出たんでおさらいしていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで見ていくんですが、ここかな。はい、魔法使いの夜アフターナイト、温泉殺人物語ということで内容を見ていきましょう。26日の20時よりコラボイベントが開始しております。イベントの開催期間は4月26日から5月17日までということで、イベントは3週間あるという感じです。でイベントの参加条件は冬季をクリアしたマスターのみが参加可能となっているんで、誰でも参加できるかなと思います。でメインクエストを進めることによって総重郎が正式加入できるということで、配布が総重郎くんとなっております。でイベントアイテムいろいろ集めて強化などしていこうと書いてますね。でイベント限定の配布サーバントということで、総重郎くんが単体バーサーカーとして、実装されております。そして魔術霊装の三崎高校の学生服が期間限定で登場しております。これはイベントを進めると入手できるんで、ちゃちゃっとストーリー進めていきましょう。でカルデア放送記念ログインボーナスということで石14個配布されております。で、告知 PV 公開というので、めちゃくちゃかっこいい PV が公開されております。個人的に力入っててめっちゃいいなーって思ってるぐらいにかっこいいんで、もし見てない方は見てみるといいんじゃないかなという感じです。でイベントの遊び方として、熊野温泉に潜む怪異を探し出し、得意点謎を解明させようということで、まあミステリーっぽいやつっぽいね。でメインクエスト第1節後半の、進行度2まで進めると総重郎くんが正式加入されるらしいです。以上で、様々な条件を満たすことでミッション達成、除霊ポイントやイベント限定の魔術霊装などを獲得しようという感じです。で除霊ポイントを獲得するとメインストーリー進められます。うん、まあいつも通りっていう感じかな。でフリークエストに特定のパーティー編成で出撃したり、対大量クエストを参加するとより多くの戦利品が獲得できますと書いているんで、まあ、ここに関してうまいことを、まあ、使っていけば周回効率が上がっていくよっていう感じかな。で4月27日以降、毎日特定の時間に怪異大量発生クエストが出現ということで、まあ、これに関してハンティングクエストっぽいのかなと個人的に予想しております。で、しずき総重郎と協力して得意点を解消しようというので、まあいろいろ書いてるんですが、メインクエストに関しては5月1日に終わるという感じなんで、結構短めかなって感じかな。26から第1節の前後編振り笛があって、第2節第3、4、5、6以降、あ6以降って言ってるんで、ここだけもしかしたら7節ぐらいあるかもしれないんですが、まあ一応ストーリーに関しては5月1日に全部終わると思ってもらえればいいかなと思います。水曜日だね。で、それ以外に関して怪異大量発生クエストに関しては4月27日から5月16日の間、多くの素材が獲得できる大量クエストが特定の時間内に出現いたしますと書いているんですが、これに関しては、メインクエスト第1節の後半をクリアしている必要があると書いてるんで、そこだけご注意ください。で特定のパーティー編成で出撃するとフリークエストの怪異が追加出現というので、まあ、新しく敵が追加されてドロップが増えるよと思ってもらえればいいかなと思います。でミッションの進め方としてはいつも通り、まあ、ミッションをクリアしていけばストーリーが進んでいろいろ解放されていくよっていう感じかな。で、総重郎くんの強化に関してはイベント限定ミッション達成するとできるよという感じです。はい、フォーナイトチャレンジに関しては5月1日の18時から開放されるということで、まあ、基本5月1日に全部開放されると思ってもらえればいいかなと思います。でお得な攻略方法その1ということで、イベントボーナスの対象サーバントは絆とか火力とか上がっているよという感じです。でまあキャスターのクオンジャーリスとかどうのこうのはまだに、実装されていないので、まあ、ここら辺はサポートとかで使ってあげると、まあ一応こういう感じで火力上がってるんだなっていうのは分かりやすいんじゃないかなと思います。まあ、ここら辺はね過去にお話ししているんでちょっと飛ばさせてもらいます。で次、オタクな攻略方法その2ということで、総重郎の獲得経験値が2倍になっております。まあ、今回のイベントとりあえず進めて総重郎くん育成しておくというのでいいんじゃないかなと思います。で次が、今回のコラボイベントに関しては
霊槽が特攻霊槽となっているんで、まあ、この霊槽を使って周回していくっていうのが大事になってくるかな。で、それ以外は限定概念霊槽、ガチャさん概念霊槽となっているんでご注意ください。で、イベントアイテムの交換ということで、限定概念霊槽と総十郎のサーバントコイン、アケラタマルゴ、スカラベ、花、伝承結晶、温泉牛乳が概念霊槽とコイン、ランプ、羽、エーテル、リンプ、伝承結晶、お札が霊視、指輪、ページ、チリ、伝承結晶という感じになってるんで、とりあえずサクサクっと交換しておきましょう。で、次、おお、これ結構使えるかもね。温泉急走なんですが、自身の急性能とバスター性能 8% アップし、混沌特攻状態 20% 付与の NP50% チャージということで、これ正直ちょっと2枚ぐらい特攻霊槽を作っときたいな。攻撃ぶりの概念霊槽となっているんで、この霊槽必ず1枚は作っておきましょう。で、それ以外だと期間限定で経験値概念霊槽が追加されているという感じです。で、イベントのコマンドコードなんですが、カラクリの妖術師、刻印されたカードに高速スタン特攻状態 20% 付与、刻印されたカードによる攻撃時スターを3個獲得、特攻とスター3個獲得か、これ普通に強い。で、ロケラン、悪特攻 20% 付与、これも微妙に強いな。ラッキーブルーバード、スター集中の 25% アップの NP 獲得量 3% アップ、これはちょっと微妙だなっていう感じなんで、今回は星5と星4のコマンドカードが強いと思ってもらえればいいかなと思います。で、次、サーバント2期の強化クエスト追加ということで、フジロンに NP チャージ、そしてカラミティジェーンがクリ発生率ダウンが強化されて、防御力ダウンが追加されて、スター獲得が追加されて、低確率でスター獲得が4個、追加されているというので、まあ、ここら辺の解説動画、後々上げていくので、気になる方はそちらご覧ください。で、期間限定で全ての白紙化上の、地球上のフリークエスト AP 2分の1にということで、これね、マジで嬉しい。ようやく気づいたか運営っていうぐらいに、このね、2分の1はめちゃくちゃ嬉しいです。イベント期間中に AP 2分の1になんでならないんだってずっと言ってたんですが、今回からなんとイベントから2分の1になっております。えらい、ありがとうっていう感じなんで、これは継続的にずっとやってほしいなって思います。強いて言うんだったら AP0 になってくれると嬉しいなっていう感じなんですが、いやー、言い続けてよかったね。 AP2 分の1になんでならないんだバカ野郎みたいなショート動画上げていたんですが、なんとか声が届いて嬉しいっていう感じで、それと同時にね、あのリンゴに関しても配布されてるということで、シンプルにこのフリークエストの、消費の AP ですね、まあ負荷が低くなったと思ってもらえればいいかなと思います。まあシンプルに周回しやすくなってありがとうっていう感じかな。まあこれはね、本当にね、ありがたい、ありがとうございます、運営ありがとうと何回も言っておいて、次、青子のピックアップ見ていきましょう。青崎青子に関してなんですが、4月26日から5月17日までピックアップしているという感じです。で、青子と同時に限定概念霊槽4種類がピックアップされております。で、今回青子がね、ホーリナーとして実装されたんですが、真面目に言うとぶっ壊れ性能だと思う。ただホーリナーというクラスで、初心者にはおすすめできないかなっていう感じがするんで、そこは自分の手持ちと相談して引いてもらえればいいんじゃないかなと思います。で、これフォーリナーで青子状態とスーパー青子状態で宝具違うしスキルも違うんで、まあここら辺解説動画上げておりますので、気になる方はそちらご確認ください。で、なんか BGM とかいろいろ変化されるらしいです。以上で、それ以外の概念霊槽に関しては、今回ぶっ壊れの概念霊槽は特にないということで、まあ基本、まあ当たったらラッキーと思ってもらえればいいかなと思います。以上ということで、魔法使いの夜のコラボ情報をいろいろ見てきたんですが、こんな感じとなっております。で、カルデア広報局より、ああ書き下ろしのイラストがダウンロードできるよとか、それ以外で言うと、ここに書いてないのか、あ、ここですね。クオンジャアリスに関してなんですが、5月1日からピックアップが来るということで、怖いですね、嫌ですねって感じ。マジで2日からでも良かったんじゃないってすげえ思うんだけど、1日にね、90プラプラいろいろ来たりとかするんで、ちょっとそのタイミングだけ俺スケジュールが詰め詰めっていう感じになっちゃうんだけど、まあまあまあ置いておきましょう。
で、クオンジャアリスがね18時から、5月1日の18時からピックアップされるので、今アリス実装されて、あ違うわ、青子が実装されてるんですが、青子ちょっと怖いなって思う方、アリスの性能気になるなって思う方に関しては1日まで待ってからガチャを引きに行くというのでいいんじゃないかなと思います。で FGO フェスが8月3日4日に開催しますよっていう感じかな。でスターティングのスターターデッキのカードゲームとかいろいろ追加されてたりとかしているので、まあ気になる方はそちらご確認くださいっていうのと、アニプレックスオンラインとアカウント連携開始というので、このアカウント連携をするということはワンチャン PC 版出るっていう淡い期待をしているんですが、まあ多分運営の技術力だとまだ無理だと思うので、まあデータ連携ができるようになったと思ってもらえればいいかなと思います。以上ということで、今回カルデア広報局と魔法コラボについておさらいしてきたんですが、こんな感じとなっております。まあ全体的にね、まあ青子がメインっていうよりもこの後ピックアップが来るアリスの性能がめちゃくちゃ気になるという感じになってるんで、そこをいろいろ吟味してから青子のガチャ引くっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。あとはハンティングクエストがどれぐらいのタイミングで来るのかっていうのがまだ分かっていないんで、まあそこら辺もいろいろ動画にできるタイミングで動画にしていけたらいいなと思っております。以上ということで、今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバイ。Thank you.